やあ、ユキ。いや、ユキたちがこっちに来てから落ち着いて話す暇もあまりなかったから声をかけたんだ。なんだ、そんなことだったんだ。うん、でもキリトやアスナたちがアンダーワールドって世界でずっと大変だったって聞いたよ。だから助けに行けるって聞いた時は嬉しかったな。そうだったのか。だけじゃなく他のみんなも多分同じような気持ちだったと思うよ。ああ、菊岡さんの計らいでこんなにも心強い援軍が来てくれるなんて思わなかったからな。うん、何せ僕はアスナと同じスーパーアカウントだからね。あ、そうそう、それだ。ユキのスーパーアカウントって一体どんな能力を持っているんだ。ふふ、気になる？気になる気になる、教えてくれよ、頼む。しょうがないな、心して聞いてよね。僕のスーパーアカウントは剣神グラディア、刀剣の神様ってことだね。剣神、剣の神様か。かっこいい。でしょ。能力は無制限切断って言って、つまりこの僕に切れないものは何もない。あ、なんという分かりやすい能力。ちょっとバカにしてるでしょ。まあアスナたちの能力に比べるとあんまり面白い能力ではないけど、分かりやすいし気に入ってるんだ。なるほどな。リズの家臣イグニア、シリカの風神アエリア、そして僕の剣神グラディアと、それにアスナとシノン、リーファがそれぞれ三女神で、これと合わせて六女神って言われてるんだって。すごいな、女神様が6人も揃えばまさに無敵だ。うん、僕もこの世界のことは気になってるから遠慮なく頼ってよね。ああ、よろしく頼む。